中日のビシエド、中田、中島をそれぞれ4番ファーストに固定して大ペナ回して成績を比較してみた。ビシエド、中田、中島のうち1人は1軍の4番ファーストで固定、残り2人は2軍に遊兵するで。ビシエド、中田、中島、一緒や誰でも。まずは中島が4番の場合、62勝79敗に分けて再開。中島138試合、228、531、121、5本、58打点、出塁率、294、OPS、584。続いて中田が4番の場合、54勝84敗を分けて再開。中田135試合、235、519、122、11本、68打点、出塁率、304、OPS、633。打点だけは稼いでる。中田の後だと細川打たんのか。細川萎縮しとるやん。ビシエドでも最下位なのは変わらなさそう。最後にビシエドが4番の場合や、66勝69敗8分けで4位。うおうおう。4位？ようやっとる。ビシエド、135試合、267、547、146、10本、74打点、出塁率、322、OPS、673。結論タッツはもっとビシエドを使うべき以上や。これは俺たちのビシエド。やっぱビシエドが正解か。やっぱり中日の4番はビシエドよ。今までありがとうビシエド。どいつもこいつもリアルな数字やな、大手な有能やん。石川で固定した場合もやれ。どの世界線でもロドリゲスダメで泣ける。ロドリゲス外せや。なんでどの打線でもロドリゲスやねん、そこが一番やばいやろ。ロドリゲス外せばもっといけるだろ。